少しどころじゃなくてめっちゃ寝ました。4時間ぐらい寝ちゃった。ミュウが、ミュウとジオンが起こしてくれた。浮き髪 いいですか。やった。この服はジオンの借りました。そうガラシャツ好きなんで貸してもらいました。回線切れた人にもサインってちゃんと届きますよ。大丈夫ですよ。記憶力がすごい。確かに記憶力確かに。でも勉強はできないです。なんで？その服ジオンからもらって。え、くれるかな。絶対くれないと思うんだけど。あげないって。そう、私本当は固定ヘア巻きが良かったんですよ。そう、でもね、今日は巻きにしたら皆さんがいいって言ってくれて嬉しい。お山さんめっちゃ可愛い、ありがとう。お姉ちゃんのやつお姉ちゃんのやつじゃないよ今日は。わカリコありがとう、かわいい。わ、雨のやつや、嬉しい、ありがとう。クマさんありがとう、パワーや、嬉しい。少しウェーブのかかった髪型。そうなんですよ、時間がね、時間足りなかった。そう、時間が足りなかった。普通にうわ、待って、カフェオレもタワーありがとうありがとう、みんなありがとうございます。本当にちゃんと帰ってきました。タワーが立ったわダジャレですかね、お話し会が楽しみになりました。そう、なんかサイン会はなんかサインとアテナ以外書いちゃダメって言われてて書けなかったんですけど、お話し会で続きの話をしたいなと思って、ちょっとね、最終日は工夫しようかなと思ってて、そう、ちょっと楽しみにしててください。そう、めっちゃ悲しい、書きたかった、始まる前にダメって言われて嫌ですって言いそうになりました。前回みたいなの見えなくてそう、もうちょっと下にすればよかったなって感じ。そう、前回コメント OK だった。そう、泣いたケンケン、クマさんありがとう、ジュンジュン、タコありがとう。そう、ちょっと拗ねた、終わった後、書けないんですかって言いました。何書いてるか、まあ楽しみにしててください。ちょっとサイン人それぞれ形が違うかもしれない30秒、本当にあっという間だった。なんか話途中で終わっちゃったりして、もっと話したかった。来週は、初めまして、楽しみにしてます。お、初だって、楽しみ。もう来週なんだね。スマホケース持っちゃう、やばい、スマホケース私ってもう考えられないよ嬉しいな。え、書いてたんだけど、私のサインがすごい大きいから時間内に終わんなくて、ちょっと合間に書いたりしてて、宛名はその場で書いてたりしたんですけど、なんかちょっとでも長く話せるように名前だけ書けるようにしたりとかしてました。そう、だから多分結構お話し会っぽくなっちゃったかもしれない。
今日サインの失敗、サインの失敗は自分で持って帰ってきましたそう結構だから自分結構話せたんじゃないかな、そう話せたと思います。そうマジでお話し会見ててたくさん話せて嬉しかった。もう顔たくさん見とこうと思って、あのもう下向いてるのはちょっとあれやからそうちょっと先にサインフライングしといた。わ来週の選挙待ってますね。リップ濃いですか？新しくリップ買ったんですよ。それでねメイクさんが使ってたから使ったんですけど、なんか結構濃かったんですよ。ロムアンドの7番これ使ってます。ずっとマットだったんですけどティントの方も買いました。あの公演の時に使おうと思って、今度行こうかなって待ってますよ失敗のサイン、失敗のサインあげないですいや本当に変なサインになっちゃった。時間後にはあのいや書けなかったんで本当にちょっとキープしときました。最後の方の方あのあんま書けんかったりした方は、そう、お自然な感じだってありがとう、やったそうなんですよ、7月4日のトーク向上委員会の夜の部に出るんですよ。お話し会の日なんで皆さん来れるんですかね、もしかしていない説ある、ワンちゃんわけんけん虹ありがとう、虹がかかったぞ。え申し込んだ大丈夫ねえ、お話し会からの、え私髪の毛ちゃんと結んじゃったりとかするよ大丈夫トップウェルネオ、あありがとうございます。皆さんもぜひチェックしてみてください。30日発売ですよ。申し込むってやったー、ハイスキップハイスキップテックだねわー嬉しい。そうトーク向上委員会、いや私トークね結構ね先輩との時はずっとマイク持ってこうやっている感じだから、7期生とかだったら超話せるんだけど、先輩とかとだとそう5分まであるから外で話し返す、外でもね結構いるからな、ありだよ。トーク向上委員会の方が公演よりいっぱい目合わせられる気がする。わかんない、やったことないから全然わかんないです適当です。ケンケンカスありがとう、喋れるか心配でみんなパパとかママみたいになってる。わあレインボースターいっぱいありがとうございます。ミロちゃんタコありがとう。配信あるんじゃないですか、今まであった気がするので。多分サイン会ね、サイン会あったら次はちゃんとコメントとか書けるようになりたいな、お願いしときました他の3人と絡み、あんまりないかもしれないです。ミオンさんとかは同じボランティアなんで、当たったらうわ嬉しい、持ってますね。いやみんな来てくれて嬉しかった。今日めっちゃ長くて2部の最初くらいまでそうずっとやってて、長くていっぱいの人が来てくれて嬉しかったです。保護者そう先輩メンバーどうって突っ込んだらいいか分かんなくて、そう結構ね難しいですね。
そう、2部にかかってましたね、結構。めっちゃ時間押してた。37個目で、うわー嬉しい。みんなアバター全然ゲットできないって言ってたから2部中間ぐらいまでいたんじゃないかなって感じ。ドンキホーテから話かい、新しいな。そう、皆さん大丈夫だったかな、予定とかあったと思うから。そう、サイン会の余った写真は全部私がいただきました。掃除としてキャバクラ企画最高いつからこんなおじさんみたいなキャラになってるん。もうアバターってどうやってゲットするの。なんかあの500ポイントみたいなのをやると1個ランダムでもらえるみたいな、ちょっとなんかあの分かんないんですよ私も。皆さんどうやってもらってますかちょっと分かんないんですけど、なんかそのなんだ、なんですかちょ、なんだろう、そう、掃除やからやばい、マジでバレてる。あ、そう、合ってるらしい。500ポイントをあの500ポイントずつに、まあランダムで1個、そう、ギフトを投げたらもらえるらしいです。シャツはジオンちゃんのです。うん、みんなありがとうございます。無料の星いっぱい投げちゃってください正解です。あ、やばいやばいやばい。 T4948463 ありがとう、くまさん。うん、虹かかった、ありがとう。そう、そうらしいです。そう、ランダムだったら、え、かぶりとかあるんですか。かぶりとかあるんかな。え、てかなんかまたエフェクトみたいな増えたんでしょこれ。え、どういうことこれ。昨日なんかアイクが言ってんの見てた。うわ、待って待って、顔ちっちゃ、ありえない動かさん、どこ。うわ、すごいねこれ、加工みたいな、またついたん。やめとこうね、小顔とかデカ目とか、アイクが昨日なんかめっちゃデカ目やってたの見た。うん、かぶらないんだ。あ、そうなんだ。カラクンしてる。今日はちょっと大きめのにしました、画面なんで。どこのだかちょっと忘れちゃった、どこのだっけな、忘れちゃったけど、いつもと違うのにしました。画面なんでちょっと漏れるのにしました。うわ、傘ありがとう、ゆうと。なんだっけこれ、ビュームワンデーってやつです。前髪作るのうますぎる。え、私マジで前髪全然あのなんか負けない髪で、これもちょっと巻き足してるんですよ。今は割とパッツンなんで熱ちょっと当ててるぐらいです。イエーイ歯も白くできる。歯マイクを通してメンバーに名前呼ばれたのと、恥ずかしい恥ずかしい恥ずかしいな。え、マジであのサイン会で X の前髪めっちゃ割れました。そう、え、この髪ちょっとツインテールできそうじゃない、いける。え、ゴムないのかな。1個だけあった、ハーフツインならいけそう。高い？アバターゲットした、だってカリンさんやったって。
そう、みんなもみじの配信が楽しかったって言ってくれました。そうサインしながら何話していいか分かんなくて、最初の方あ全然できてないんだけど、待って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 、アバターは NMB メンバーの配信を見ながら500ポイント投げていただけたらもらえるらしいですよ。もみじ配信、そう、わタコありがとうございます。アイビツーショット、うわー待って待って待って、びっくりした、ええ待って切れたんだけど、えー、ジオン見て切れちゃった、泣きそう、えあ一回抜いて、ちょっと待って待って待って、どこだ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 、あ、熱っ熱っ、待って熱いなこれ、あの電源が熱くなりすぎて切れちゃいました、ちょっと待ってください、あっつびっくりした、うわやばいねこれ、熱くなりすぎて、なんかこれ全然結べてないんだけどえ暗くなっちゃった、大丈夫ですか、見えますか、暗いね、びっくりした、暑かったいけてますか、全然全然明るく見えるって、お、よかった、そう、よいしょ、今日はね何食べたっけな、最近バジルにハマってて、あのなんだっけな、セブンのバジルのやつハマってる、いけた、バジルのサラダみたいなやつ見て、ハーフツイン、いつかハーフツインしたい、みっちゃん引かれへん、絶対あるやん、省かれてるやんえなんかねバジルのタコと枝豆とブロッコリーとジャガイモみたいなのが入ってるやつめっちゃ美味しかった、ずっとハマってて今日2個食べちゃった、そう制服とか部によって髪型変えようと思うので楽しみにしててください、あの変えない部もあると思うんですけど、いろんなねやつ載せたい、ハーフツインのやつツイッターに載せます、載せますよ、じゃあ酸っぱい、いや酸っぱくないです、関西限定なのかな、えどうなんだろう、なんか東京行った時もなんか、あ東京行った時あったあったあった、あります、そうむっちゃ美味しいになったってありがとう嬉しい、ちょっと全然ライトないから漏れないんですけど、関東にもあります、お、福岡にもあるって、あ、熱っ、まだ熱い、やばいよこれ、いけるかな、いやもういけないですね、もう完全にやばいですこれは、ガチで漏れてないそうちょっと前髪重くしてからいい感じに前髪がなりました、しばらく冷めない、もう保冷剤で冷やしてあげようかな、チーズボール食べる派、えチーズボール食べたい、一回めっちゃ前新大久保で食べた気がする、サイン楽しみにしててください、そうなんか聞いてる途中に切れちゃったりしてちょっと悲しかった、保冷剤アイドルやめよう
コハタ巻くのうますぎん？マジで急遽巻いてもらった。スイカ、スイカね、スイカ大福食べた。大阪来て初めて食べた。ニロちゃんめっちゃ可愛い、ありがとう。サインください。シャッ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 。はーい。お、もっちゃん、みゆちゃん、こはたん、ちよんちゃん推し、ありがとう。マジであの自分で巻けない、あのこの長さってどうやって巻いたらいいんですかね。後ろ持ってこれないじゃないですか。え、こはたんマジでヘアメイクうまいかも。マジでそう、すごい。画面にさ、あれですか、透明のやつに。そう、確かに最終日と最終日、日前いろいろあって、あ、そう、最終日は全部完売して嬉しい。そう、完売しちゃった。あとコスプレとフリフリの服だけです。残るが5個だけです。いや、最初4部って聞いた時絶対売り切れないじゃんと思って諦めてたんですけど、なんかもうすぐ完売しそうで、ちょっとめっちゃ嬉しいです。あ、そう、コスプレね、コスプレもっと人気かと思ってました。浴衣はね、もう頑張って着るので見てほしいなと思って。いやー、本当にたくさんの人が来てくれて嬉しい。うん、制服がやっぱ人気やからな。制服ね、もう新しく買ったやつ早く披露したくて、家に今厳重に保管していただいてるんですけど。そう、コスプレ楽しみ。選抜に入って、あれですね、自分の衣装欲しいですね。位置も欲しいし、チャイナね、チャイナ服はいまだに着たことなくて、初めて着るんですよ。厳重に、金庫に入ってるって。金庫には入ってないけど保管しています。色迷って、いろんな色を迷った結果決まりました。リボンかネクタイか決まりました。当日までお楽しみに。そう、チャイナ着るのは初めてで、なんか今度さ、あのチマチョゴリみたいな着たいんだけどさ、あれはドレスみたいな感じやからさ、ちょっとさすがにさ、ちょっと浮いちゃうかなと思って着れないけど、チマチョゴリ着たい。男の人がなんて言うんだっけ、着るやつ。ちょっと着てくれた方はチマチョゴリとそれを着ていただいて。やばいよね。でも着てみたくてさ、ずっとさすがにレンタルないかって感じで。そう、うわ、めっちゃ傘着てる、ありがとう。今雨降ってないけど、え、もう21時50分、早い、わかりませんって。そう、めっちゃ可愛いんですよ。でも浴衣もね、可愛いけど、下の方のツインなんでできそう。ね、時間経つの早い。マジでサイン会楽しかった。なんか終わった後めっちゃ声ガラガラになってた。男装なんか似合いそうって言われるからしてみたいな。でもっちゃんの時に初めてカツラつけて、
意外と似合ってたんで、やりたい。僕がちまちょぐやばい似合うかも笑わせましたって。お、嬉しい。何してくれるんだ。ためのツイン、学ラン。待って、学ランか。全然候補になかったな。いいな、学ランめっちゃいいやん。青色のカツラ、そう、初めてつけたカツラが青色だったんですよ。ちょっとびっくり。スーツ、スーツいいですね。同じからでも会社休みにしたのって、大丈夫ですか。休み取っちゃってまだライトつかないかも。ちょっと冷めてきたよ。いけ、つきませんでした。なんで、一回抜いて、ちょっと待って、よいしょ、いける？無理でした。最後の最後に結局無理でした。残念でした。いや、壊れたらないと思うんですけど、うわ、ミラーボール、久々の。TikTok のやつ。あと7分。やばい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 、踊ってる場合じゃなかった。やばい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 。ランキング読んでいきます。13位、かべさん、ありがとう。今日も来てくれてありがとう。サイン会受け取ったら感想教えてくださいありがとうございます。12位、つのきち、ありがとう。つのきち猫ちゃん、ありがとう。ちょっとライトないから本当に漏れてないけど、ありがとう来てくれて10位、りゅうじ、ありがとう。ももそう、サイン会で言いたいことが言えたのでよかったです、ありがとう。9位、リーダー、わー久しぶりってできたからよかったですありがとう。8位、猫さん、どこにいる。わ、 NNB48 のアバターや、ありがとう。猫ちゃん、猫ちゃんって呼ぼうかなありがとう。7位、ケンケン、久しぶりだった、またいっぱい話しましょうももちゃんでした6位、水色、若菜牛。お、若菜牛ありがとう。たまに来てくれてるのちゃんと見てますよ見る見るありがとう。5位、じゅんじゅん、この間の公演来てくれてありがとうって言えたので満足ですありがとう来てくれて。4位、ニロちゃん、ニロちゃん回線がちょっとあんまりよろしくなかったんですけど、ちょっと話せてよかったですお話し会楽しみにしてます、キャー4位、ゆうと、わー久しぶり、もう久々に話せた。お仕事頑張ってねお仕事頑張れ。2位、カリコ、は初めましてできてよかった、嬉しい。 MVP のカリコさんもうめっちゃ笑ってたありがとう。1位はチャカ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 、じゃん、カフェオレ、ありがとう。安定に1位でした、ありがとう。サイン会は来られてなかったんですけど、お話し会待ってますねありがとう。コメント、コメント、コメント。
コメントコメント、私のライト届きますって。いやライト壊したわけじゃないんですよこれ、多分ジオンも使ってたんで。あ、待って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 、どうしますかランキング、25とかいきますか。25、ジョーさん香港ありがとうございます。ジョーさん見てるかな、ありがとうわ、え、みんな、え、やばい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 、私のアバター当たってる人がやばいぐらい、朝ももか朝ももか朝ももかって書いてある、やばい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 、すごい、ありがとう、わ、スクショタイム何がいいかな、時間大丈夫かな半目とか乗せちゃダメだよ、いけてる、耳ももポーズだって、イエーイありがとうございます皆さん、いやー本当に楽しかったです、また次は半目乗せないでください本当に、もうもうダメですよ本当に、ちゃんとチェックしますからね本当にサイン会ありがとうございました、またお話会来週よろしくお願いします、バイバイ、おやすみなさい、ありがとう、ライトない方がいいって、え、絶対嘘やんありがとうございました、バイバーイ。